兄さん。今日は兄さんが好きだったガルバナの花を持ってきたんだ。兄さんはこの花の色と香りが好きだっていつも言ってたよね。兄さんは本当に王様殺しの一味だったのかい？だとしても、そうだとしても、バッシュ将軍に騙されたんだよね。気づいたようだな。ここは牢獄さ。見ての通り地下牢ってとこだな。するなよ、ただの死体さ。いちいち驚いてたら身が持たないぞ。牢獄って言ってもな、要塞の規模を閉じただけだ。奥を見てみな、先客がたくさんいるぜ。フランは抜け道を探してくるんだとさ。奴らのことならほっとけよ。巻き込まれるのがオチだぜ。水だってこれしかないんだ。無駄な体力使うなよ。
っていうより豚小屋だ。お前の方が臭いって言ったのさ、この豚野郎。大丈夫かバン。そんな場所にさぐ、しつこい奴らだな。早いとこ逃げないとまずいか。奥の独居房に抜け道があるわ。ただしミストを感じる。武器が必要だな。なんだと？もう一度言ってみろ。聞こえなかったか。お前らはバカで脳なしと言ったんだよ。空賊一人の顔もわからんとはな。いい気になれなよバカ者。貴様の言うことが正しければ、その空賊を捕らえたのは我々だ。我々帝国軍が捕らえたのだ。貴様のような薄汚い賞金稼ぎの手を借りなくとも、我々だけで秩序を作れるのだ。ああ、よく聞こえねえな。バルフレアをやる前にお前をやってもいいんだぜ。その辺でやめておけ、バカモラ。ジャッジ。ジャッジ。知らないのか、アルケイディアの法と秩序の番人を名乗る連中さ。その正体は帝国を支配するソリドール家の武装親衛隊で、帝国軍の実質的な指揮官ってわけだ。ただ裁判官っていうより処刑人だぜ。とにかくおっかねえ奴らなんだが、なんでこんなところへ。閣下は有能なものであれば人種など気にされないお方だ。だが礼儀を知らない者にはそれなりの態度で臨まれよう。
俺は領内を自由に行き来できるのは閣下のおかげ。そうだな、うん、将軍はどこだ。奥の独居房です。すでに尋問の用意はできております。貴様には関係のないことだ。関わるな。探せ。この中にいるはずだ。ムアジ、私はこっち行くよ。そっちは俺が狙ってんだ。知らないね。奴らに気取られないようについてるぞ。どっちでも変わる。え？独居房への扉は強力な魔法でロックされているの。さすがに私じゃ無理だったわ。奴らが開けてくれるってわけさ。でも独居房へ行ったって。ウランを信じないのか。ヴィエラの鼻は確かなんだ。抜け道があるって言ったらあるんだよ。見て。お、こいつは囚人たちから取り上げた荷物だ。じゃあ俺たちの荷物も。だといいね。ずいぶんとまあたくさんいるな。こりゃまともに戦ってたらキリがないぜ。できるだけ避けていこう。
少し痩せたな、バッシュ。ん？見る影もない、生き恥だな。王を殺して処刑されたはずがなぜ生かされている。何と言わせる。本当俺この口封じだろ。それだけか。便に聞けないわけでもあるのか。反乱軍の重要人物を拘束し、現在ラバナスタより移送しているアマリアという女だ。さて何者かな。滅んだ国に義理立てとはつくづく忠犬だな。国を捨てるよりはいい。お前も捨てたではないか、俺たちの祖国。誰だ？ここか。ミストの流れが続いているからどこかへ抜けているはずよ。うん、帝国の人間ではないな。頼む、私をここから出してくれ。死人とは関わらん主義でね。国王暗殺犯ならなおさらだ。私ではない。そうなのか。あ、どっちでもいいさ。頼む、出してくれ。ダルマスカのためだ。ふざけんなよ。何がダルマスカだ。全部お前だろ。分かってんのかよ。いっぱい死んだんだぞ、お前のせいで。俺の、お前が殺したんだ。やめろ、戻ってくるだろうが。落とすわ。ま、空は遠いな。よっ、逃げ切ってからにしとけ。でもこいつは。ならやってろ、あの牢獄で一緒な。歩けるか、行くぞ。なんでこいつまで。盾にはなるだろう。引き受けよう。